はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病が見てしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、寒さのせいかですね、まあ左足がしびれてきました。ちょうどね、その帯状疱疹でね、感覚が鈍いところなんですけども、そうなんですよ、帯状疱疹の治療は終わっていますけども、麻痺しているというか、そのね、症状は痛くないだけで、皮膚表面がね、あれからずっとね、しびれてる感じがあって、こう触った感じがね、すごい鈍くなってるんです。ちょうど昨日かな、一昨日かな、お風呂に入る時にね、靴下を脱いだらね、その左足の、この左足のこう手なんですけども、左足の甲のところがね、ちょうどね、こう中指の付け根あたりをね、こうチクッとね、その針で疲れたような感覚になりまして、まあ寒さがそうさせるんかなと思うんですけども、こうしかもね、そのまあここのところずっとこの体重を僕気にしすぎてて、ダイエットをしてるから、まあ脂肪こそね、すごい落とせてますけども、こう筋トレもできてへんからね、その筋肉も減っていっているので、保温能力っていうのがね、ないもんでね、すごい寒いんですよ。なので、まあさすがにね、こんな体の状態になったので、もうあまりにもね、寒さにね、こう耐えれなくなって、まあお風呂はね、シャワー派やったんですけども、もう最近はね、あったかい浴槽にね、浸かるようになりまして、こうね、子供らと一緒に浴槽に浸かってね、こう、チャプチャプしながら、仲良くおしゃべりしながらね、こう、足をね、マッサージしてみたんですけどもね、でもどうもね、こう、感覚が鈍いんですよ。それがね、おとついから今もまた続いております。まあ先ほども言いましたけどもね、まあこの鈍い感覚っていうのは、急に出だしたわけではなくてですね、ずっとあったんです。ただその針でチクってこう、疲れたね、感覚がしたので、それがその、おとといの急に寒くなってきたあのタイミングでやってきたから、寒さで何かがこう変化してきたんだとね、思ってます。そんな中でもですね、その自分で感じれてる変化っていうのは、その鈍さのこの範囲っていうのがちょっとね、広がってきたかなーって感じなんです。こうね、足先、つま先をね、こうグーパーとやってみて、この左右のね、感覚をね、比べるとですね、ほんまに全然違うんですわ。この、まあ、足首からつま先に向かうほど、鈍さはね、強いんです。でもまあ、これは帯状疱疹の関係かなとはね、思ってるんですけども、まあ、この帯状疱疹に関して言えばね、その以前の帯状疱疹で一番痛かったのは、もう忘れもしませんよ、この腰です、腰。この左腰ね、もうね、ほんまにね、その左腰がね、もう常にこのバットでね、ドーン、ドーンってこう、どつかれてる感じがしたんですよ。しかもこの体の内っ側からですしね、内っ側からこの、あれはほんまにもう、ふらっとフルスイングでね、ドーン、ドーンってこう、どつかれてる感じがね、しましたね。しんどい。もうこんだけ暴れるだけでちょっとしんどいんですよね。まあそれをちょっと置いといてですね。そこからそのフルスイングがね、この、じゃな、お尻に来てですね、で、股関節に来て、太もも、膝、ふくらはぎというようにですね、こう、だんだん下っていきまして、すべてね、そのね、腰からお尻にかけて、このね、側面、こう、外側のこの側面をね、ずっとね、こう、這うようにね、伝わっていった感じで、こうなんかね、痛さがだんだん広がっていってくれました。で、まあ、その痛さっていうのは、その発症してから、約3ヶ月ぐらい経った頃にはね、まあ、徐々にこの、痛さは収束していったんですけども、ほんまにそのね、膝下側面の痺れっていうのが今でも残ってて、で、まあ、それもまあ、今となってはね、まあ、慣れたので、なんとも思わないんですけども、まあ、時折見せるね、痒さがあって、それがすごく僕のテンションをね、下げます。それにプラスした感じで、つま先の麻痺とね、鈍さがね、やってきたわけなんですよ。またね、その免疫力っていうのがね、下がってきてしまってるんでしょうかね。もう、帯状疱疹の再発はね、ほんまに嫌ですよ。もう何回もなる人は何回もなるって聞きましたし、まあ、4日か5日か前の動画でですね、その僕、口の中のね、粘膜障害がこう、再発したと、ね、お話ししたばっかりなんでね、まあ、それも含めて、免疫力が低下してしまったせいかもしれません。もしね、そのね、原因がね、免疫力の低下だとね、そのね、同じ原因だよって考えられるのであれば、もう原因は一つですよね。スクワットですよね。
でもスクワットを始めてから粘膜障害が再発してしまったので、ね、コメントでもね、教えてもらいましたけども、ある人はね、僕がスクワットをして粘膜障害になったということに対して、運動と免疫力の関係っていうのをネットでね、調べはったみたいなんですよ。そうしたら、筋トレをしたら風邪をひきやすくなるというね、ワードが出てきたみたいで、まあ、僕がね、スクワットで粘膜障害が再発してしまったことも、まあ、あながち間違いではなさそうなんです。まあ、その風邪をひくということは、一時的に、ね、免疫力が下がってるということの表れなんで、まあ、そう考えれば、以前にね、その帯状疱疹でその痛めたところが、まあ再びおかしくなったということは、不思議ではないと考えられます。そもそもね、その、帯状疱疹というのも、免疫力が低下したことによって起こることなんで、ね、その、潜伏してた帯状疱疹の、悪い奴らが、こう、ぶり返してくるだけで、痛みが発症したり、症状が出てくることなんで、まあ、今回もひょっとしたら、プチ帯状疱疹かもしれません。まあ、と言いたいところなんですけども、よく考えたら、帯状疱疹後神経痛というのがね、ありますので、その症状かもしれません。そのね、帯状疱疹後神経痛の浮き沈み、ね、痛い時、痛くない時っていうのがね、来てるだけなのかもしれません。まあ、どっちにしても免疫力が関係するので、またね、体で再確認することができました。とね、まあ、前向きに捉えておきましょう。まあ、そんな感じで今日はね、つま先が痺れてきたっていうお話でございました。今日は以上になります。今日もね、最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。